今月30日までの結核予防週間に合わせ、福岡県庁1階ロビーでは結核の基礎知識や予防法などを紹介するパネルを展示しています。厚生労働省のまとめによりますと、結核の患者は去年全国で1万1500人ほど確認されていて、およそ1900人が亡くなっています。福岡県では535人が感染し、うち6割を70歳以上が占めているということです。福岡県は自治体の健康診断を活用し、結核の早期発見につなげるよう呼びかけています。